ハーマン・ケイン、ハーマン・ケイン、ハーマン・ケイン、ハーマン・ケインは、アメリカ合衆国上ジ,ジア州アトランタ在住の、実業家、コラムニスト、政治家、ラジオショーのホスト。ファストカジュアルイタリアンレストランのゴッドファーザーズ・ピザ前、取締役会長兼最高経営責任者。カンザスシティ連邦準備銀行取締役会の副会長、会長などを歴任。所属州派は、 ナショナルバプテストコンベンション u s a グロリア夫人との間に、娘メラニーと息子ビンセントの2子がある。2012年アメリカ合衆国大統領予備選挙の共和党候補に名乗りを上げたこともある。2020年7月30日、2019、新型コロナウイルスによる合併症により死去した。ハーマイ・ケインは、テネシー州メンフィスで、シチルーサー・ケイン・ジュニアと母、 レノラ・デイビス・ケインとの間に生まれ、ジョージア州アトランタで育った。弟に、サーマン・ケインがいた。貧しい、公営住宅暮らしであったが、父母には、自分たちの家を持ち、息子たちを大学に行かせ無事卒業させる夢があった。農場育ちで労働者であった父ルーサーは、コカ・コーラ社の、お抱え運転手、パン工場の夜勤の用務員、空き時間には散髪、と三つの仕事をしていた。 母レノラも家庭内労働者として働いた。ケイン自身によると、家族は信仰に厚く愛情に満ちており、アメリカンドリームの核心にあふれていた。母は彼に成功というのは物質的に始めるものではなく、スピリチュアルに始めるものと教えていた。貧しかったが幸せだったとケインは語っている。父は長年にわたるいくつもの仕事で貯めた金で、家族のために アトランタのアルバートストリートに、ささやかなレンガ作りの家を購入し、母を含め家族を驚かせた。両親の支えのもと、ハーマンは、ジョージア州のモアハウス大学で1967年に、数学の学士号を取得、弟のサーマンも、モーリス・ブラウン大学を卒業した。ハーマンはさらに、インディアナ州にあるパドゥー大学で、コンピュータサイエンスの修士号を得たが、 その間アメリカ合衆国海軍省で数学者として弾道計算に関する仕事についていた。卒業後アトランタに戻りコカ・コーラ社でシステムアナリストとして働いた。1968年にグロリア・アーチソンと結婚する。コカ・コーラ社でかなりの実績を収めた後の1977年31歳でピルズベリー社に加わり3年以内に若くして 副社長の位置につくことができた。1982年にピルズベリーを退職試子会社のハンバーガーチェーンであるバーガーキングに転籍。トイレ掃除やハンバーガー調理など管理者、訓練プログラムをわずか9ヶ月間で終了し、フィラデルフィアのバーガーキングの400店舗を担当する管理者に、苦労しながらも3年以内にフィラデルフィアでトップの営業成績を残す。 1986年には、同じピルズベリー参加で、経済難にあったネブラスカ州のピザチェーン店、ゴッドファーザーズ・ピザの最高経営責任者となり、着任14ヶ月で黒字転換を果たし、全米語彙の規模を誇るピザチェーン店にまで成長させた。1988年に彼は、ピルズベリーから会社の買収において、エグゼクティブチームを率いた。また同年に、 全米レストラン協会の CEO に選出され、1994年から1995年にも NRA の CEO として務めた。その間に、彼は全米のディベートにおいて、プロビジネスの開発のためや、医療保険制度改革や、雇用政策、課税に関するスピーチ演説もしていた。1994年頃からケインは政治に積極的になるようになり、 タウンホールミーティングでのテレビ中継でビル・クリントン大統領と議論する機会があった。当時ビルとヒラリー・クリントン夫妻の政権が導入しようとしていた医療保険改革計画は中小企業に大きな打撃を受けるだろうと主張したり、医療保険改革とそれに関する経済影響に疑問を投げかけたり、クリントン夫妻がやろうとしている医療保険改革計画は ハリーとルイーズ広告のようだと、クリントンを皮肉ったりして批判した。議論でクリントンは彼に対してイライラし、うまく反論できずにいた。クリントンの医療保険改革計画は、結果的に廃案となっており、クリントン政権の医療保険改革計画の失敗に、一役買っている。1992年から1994年まで、ニュート・ギングリッチ会議長や、 上院多数党員内総務のボブドールが設立した、カンザスシティの連邦準備銀行の副会長と取締役を務め、経済成長と税制改革法に努めるよう、ケインは任命されている。その他にもネブラスカ州オマハのクレイトン大学、ナビスコ社、スーパーマーケットのスーパーバリュー社、ユナイテッド社、ワールプールコーポレーションなどにも務めていた。 1996年の大統領選挙では共和党候補のボブ・ドールとドールの副大統領候補のジャック・ケンプのキャンペーンの上級顧問としてキャンペーン活動も行った。2004年にケインはジョージア州の共和党の上院に立候補した。選挙で自分が真の保守派であることなど主張した。共和党指名争いでマック・コリンズより投票数が上回っていたが、 ジョニー・イ・サクソンには及ばず、2位で、共和党指名で落選した。アトランタの保守的なラジオニューストーク番組、ニューストーク 750WSB のホストを務め、またフォックスニュースビジネスとシンジケートコラムニストでのコラムニストとしても活躍していた。2010年ロンポールの下、共和党の影響力の動きを反映して、自身のラジオ番組で、ロンポールの金本位制のサポートを発表した。 セクシャルハラスメント疑惑2011年5月21日、ケインは2012年の大統領選挙での共和党候補として出馬宣言した。共和党候補唯一の非白人の黒人系候補で保守的で医療保険改革に反対する立場などから新鮮さを求めるティーパーティー運動から根強い支持を得た。二千十一年九月十四日に行われた二千十二年の 米大統領選に向けた共和党候補者への模擬投票にて、テキサス州のリック・ペリー知事、ミット・ロムニー前マサチューセッツ州知事らを破り、トップになった。大統領選で彼は、連邦所得税、法人税、消費税をすべて9%にする、999タックス政策という税制の計画を提唱した。経済学者のアーサー・ラッファーや、ポール・ライアン・カイン議員が、 ケインが提唱した、この計画に支持を表明している。その他のケインの支持者に、コロラド州会議員、トム・タンクレード、ニューハンプシャー州共和党の元会長及び、同州の元知事候補、ジャック・キンボール、ケイン支持のアーティストの共同創設者の代表者の、カントリーロックのリック・モンロー、カントリーシンガーのリー・グリーン・ウッド、クリスチャン・ミュージックのマイケル・ W ・スミス、俳優のデニス・ミラーや、 ニック・サーシーラ著名人らが、ケインの支持表明をしている。保守派の大物マイクハッカビーは、正式に、ケインの支持表明をしていないが、5月28日に、ハッカビーが司会を務めるフォックスニュースのトーク番組に、ケインがゲスト出演した時、ハッカビーから、素晴らしい保守候補だと言われた。しかし10月以降は、セクシャルハラスメント疑惑や、不倫疑惑が浮上し、ケインが、 全米レストラン協会の CEO だった時、ケインにセクハラを受けたと訴える元従業員の女性が現れた。さらにシャロンビアレク、オバマ政権で財務省の広報担当を務めるカレン・クラウシャーラが、ケインにセクハラを受けたことがあると告発し、11月28日に、ジンジャー・ホワイトという女性が13年間不倫関係があったと告発した。これに対してケインは、 セクハラ行為も不倫もしていないと全面否定し、さらに一連のセクハラや不倫疑惑は全くのでたらめで候補指名を妨害するための攻撃だと告発した5人の女性やセクハラと不倫疑惑を大きく取り上げたリベラル系メディアを強く批判し対決姿勢を示した。しかしこれらの件がメディアで大きく取り上げられ大きな話題となったことで人気が下降した。 12月3日に、妻、家族のプライバシーを守るためにと、共和党候補指名争いからの撤退を発表した。共和党候補指名争い撤退後、ケインは、セクハラと不倫関係の疑惑の無実証明のため、2011年11月8日に、雇ったベテラン弁護士エルリンウッドとともに、法廷の場で全面対決の姿勢を見せている。また、政治活動も続ける意向も示しており、 2012年1月10日には11月6日に行われるフロリダ州の共和党上院に出馬するクレーグ・ミラー候補の支持活動を行う方針を示しているほか1月28日にはジョージア州の第9区会員に出馬するマーサゾラー候補や2月10日にはオハイオ州第9区会員に出馬するジョーザ・プラマーことサミュエル・ジョセフ・ワーゼル・バッカーへの支持活動も行う 方針を示している政策を支持している。サウスカロライナ州で行われた共和党の大統領候補指名の予備選では、ケインの支持者であったコメディアンのスティーブン・コルベアが冗談でコルベースーパー PAC を作り、サウスカロライナ州の人々に対してケインへの投票を呼びかけた広告ビデオを作り、コルベアの呼びかけで、ケインも面白そうだと、コルベアと一緒に同州で、 コルベースーパー PAC の集会も開いた。ミッドロムニーやギングリッチら共和党候補者が同州で予備選をしている中、約1%にあたる6324人の同州の投票者がコルベア主催のコルベースーパー PAC でのケインに票を入れていた。1月28日にギングリッチ候補の正式な支持を表明をした。2012年1月4日にケインは、 ソリューション革命を発表した。これはケインが選挙前に、議会の議員たちからケインが提案する999タックスの支持させるための活動である。2012年11月7日に、オバマ大統領の再選の後、ケインは、第三の政党の必要を求めた。共和党はもはや保守派の利益を表さないし、再度それ、自体にブランドをつける能力を持たなくなったと、 ブライアン・フィッシャーのラジオ番組で訴え、ロンポールではない第三者の合法的で真の保守的な、党が必要と説いた。2019年4月、ドナルド・トランプ大統領が、連邦準備制度理事会理事に指名する意向を示すも、指名を辞退する。ケインは2020年7月1日、COVID-19 の治療のために、アトランタ近郊の病院に入院したが、これは、彼が、 ウイルスに陽性であることを告げられてから2日後のことであった。彼のスタッフは彼がどこでどのような方法でこの病気に感染したかを特定する方法はないと述べた。ただ、ケインはその11日前にオクラホマ州タルサで行われたトランプの集会にマスクを着用せずソーシャルディスタンスを取ることもなく出席していた。病院に行った同じ日の早い段階でケインは サウスダコタ州のクリスティノーム知事を称賛し、トランプ大統領が出席する予定のイベントでは、マスクは必須ではないだろう。人々は、うんざりしている。と述べた。その後、4週間もの橋人高校吸気による治療を続けていたが、2020年7月30日、合併症のため死去した74歳没。経済では、減税を主張し、 小さな政府を主張している。IRS の廃止も主張している。保守的で人口妊娠中絶に反対し、アメリカ家族計画連盟を推進している。医療保険改革にも反対の立場である。黒人ムスリム発の民主党会議員、キース・エリソンが連邦議会で行った就任宣誓で聖書ではなくコーランを使用して先誓をしたのを批判していた。 ムスリムがシャリアを持ち込んで政権に入り込むことは許されないと2011年4月7日に保守系のクリスチャニティトゥデイや保守系ラジオの司会者ローライングラハムのインタビューで語っている2011年7月15日にテネシー州マーフリーズボロでムスリム住民によるモスク建設計画があった時モスク建設に反対する地元住民の人々と共に抗議活動の集会を 行い、モスク建設は我々の信仰の自由の侵害と乱用であり、このモスク建設はイスラーム過激派を生むので、モスク建設に賛成しないと発言した。また、隣人としてムスリムは信用できないとも発言しており、反イスラーム主義的な態度を表明していた。中東政策での立場ではイスラエルを支持している。アフガニスタンでの対テロ戦争とイラク戦争も支持している。 オバマ政権の対中東政策を一貫して批判しており、中東の民主化運動いわゆるアラブの春を支持し、リビアへの軍事介入を行ったオバマ大統領の政策をアルカアイダを助長させたと非難した。ケインはオマハにいた時、問題を抱えた10代の若者を救うための、福音派系のジョー・エド・モンソン青少年アウトリーチ、プログラムの委員として活動を続けていた。 1996年に同アウトリーチプログラムの利益になるために賛美歌が記録した CD も出している。黒色のステッドソンのカウボーイハットの帽子をトレードマークにして演説などの活動などで帽子を被っている時がある。2006年に血腸と肝臓に癌の疑いがあると診断された。診断後、手術と化学療法で治療し、それ以来癌はないと報告している。 ありがとうございます。